なんとなく日本だと類は友を呼ぶじゃないけど近い感じの人がまとまってしまうっていう感じがあるんですけど、でもそれだとなかなか世界の中での日本っていうのは成り立たないと思うんですよね。だからやっぱり多文化っていうか違うことは当たり前っていうそういうそのコンセプトっていうかなをまず身につけてもらうっていうことが必要かなって思うんですね。日本はやっぱり高齢化、少子高齢化なので多分今のままでは日本の社会っていうのは近々なりゆかなくなると思うんですよ。つまり生産労働人口が減るのでなりゆかなくなるの でそうすると海外からの労働者の方に来てもらうっていうことが必要になってきて、今でも随分ブラジルとか日系の方とか多いじゃないですか、でもそういうことよりはもうちょっと広い範囲の国の人たちから助けてもらわないといけない時期っていうのは近々来ると思うんですね。でそうなった時にじゃあ海外からの人たちとどう接点を持つのか、どう距離を取っていくのか、日本の社会の中でどう受け入れられるのかっていうことを考えていかなければ、これからの一人一人日本人はやっぱりその日本の国内にいても国際化にもっとなっていくわけだから、それに対応できないと思うんですよね。だからやっぱり違いがあるっていうことを受け入れるっていうことかなと思います。